トルネードはフェンダーのエレクトリックギター。トロナドもしくはトロナードと表記されることもある。メキシコ製のデラックスシリーズの一つとして1998年のナムショーで発表された。二つのハムバッカーピックアップを装備し、フィンガーボードはローズウッドで、別行のピックガードに四つのクロームノブというポピュラーなデザインである。ヘッドにはスパゲッティロゴと、 ロトマチックタイプのアメリカンシリーズペグを備える。ボディシェイプは古いジャズマスターやジャガータイプで6 2 9ト、mm、ルスケールである。2004年のリーシューは1998年から2003年のモデルとは大きく異なり、現代的なネイビーブルー、キャラメルメタリック、ブリザードパール、クロームレッドといった現代的なカラーバリエーションを特色とした。 ダンカンデザインのハムバッカーはオープンコイルで初期モデルがカバー付きハムバッカーであったのと対照的である。いくつかのモデルには L 字型のレーシングストライプが施されているが所有者や円数ジアストがこのデザインに不快感を示したため2005年の新モデルではこのストライプはなくなった。旧式モデルはそのビンテージライクで高級感のあるデザインから追い求められているが 製造期間の短さから見つけるのは至難である。2006年1月現在の中古市場での価格は350ドルから550ドル。新型は定価が741.99ドルで、市価は600ドル前後、中古市場では400ドルから500ドル前後となっている。フェンダー USA はアトミック2ハムバッカー、またはブラックダブ P-90 スタイルピックアップを 搭載した US スペシャルトルネードを製造した。色はバタースコッチブロンド、クリムゾンレッド。最終エディションではテックイコールトニックブリッジを搭載し、ヘッドは黒になった。このモデルは2004年に製造終了した。2007年にすべてのトルネードシリーズは製造終了となった。jag-stang.com- トルネードの画像。ありがとうございます。